旧台南町長官邸は台湾台南市東区にある日本統治時代の感謝。戦前は台南町長や台南州内務部長の宿席として、戦後は学校宿舎として使われてきたが戸籍登録後に修復された。2017年9月に期間限定で特別公開後は毎月最終土日曜日に2018年旧正月からは毎週土日に公開されるようになった。 官邸で撮影された第5代台南町長枝特時、春工は1898年から1906年の間と推定されている。1901年に台南県台南町に改められて以降は台南地区における最高位の行政府の町が宿舎として使う感謝となった。歴代6代に渡り城長官邸として使われ、1920年に 台南州発足後は、元台南県知事官邸が周知事官邸として再利用されたため、1924年時点ではすでに、旧庁長官邸は台南州内務部長官舎として転用されている。第二次世界大戦後は、国民政府が接収、便宜警備員も進駐する、中華民国政府交換の官邸となった。その後、 台南州立台南第二中学校の後ろ身となった、台南第一高級中学が建物を接収、西側の修理口前にあった前提は2階建ての校長宿舎が増築された。東側は2階建ての学校宿舎が増築され、元の官邸敷地内の裏地は縮小された。官邸本体部分は教職員の宿舎となったが、最後の利用者が米国25は長年使われないままだった。 南島は和式建築でかつて2度の火災により消失し、部分的に遺構が残っている。2001年に一差だ戸籍となり、調査と修復事業が始動した。老朽化による崩落が著しく、2010年以降に市中で保護されるようになった。本格的な修復工事は2014年に始まり、2016年に完光した。損傷していた入り口部の門楼も、 初期のものが再現されたことなどで、社団法人中華民国不動産共振会と、世界不動産連盟台湾支部が共催する国家卓越建設、進むの優秀環境文化部門で、禁質進むを受賞している。修復直後は、一般公開されずに、当時の台南市長だった、来期おのりが、高尾市長の陳菊や日本の来賓など、市外の品格をもてなす場として使われ、 2017年、市の文化資産月間となる9月に2日間限定で一般公開。その後は参観可能日が徐々に増やされていった。台南県、台南州知事官邸同様、当時の流行だった和洋二貫方式で建屋が別々になっている。北側の洋館は執務用に応接室などを備え、南側居住用の日本家屋。屋根は日本式のセメント瓦で、 床面は、当地の気候を考慮し、通気口のある、高い床式。風潮橋、台南市古籍とも歴史建築相談。台南市、台湾建築とも文化史出版社。ピアニッシも、175ページ。ISBN 957308804号。ありがとうございます。